ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は PA この素晴らしい世界に祝福を、このゆるあま99に祝福を完全攻略していきましょう。2024年7月に豊丸から導入された99分の1の最大継続率約 99.9% の一種二種 ST タイプです。ボーダーが 18.8、 へそ昇級は3玉。通常回転速度はベースや展開によっても異なりますが、だいたい1時間平均約220回転から250回転前後、時速は約160回転前後です。電サポ中はプラマイゼロ調整でマイナス 0.2 前後、アタッカーのオーバー率は約 2、3割は狙えます。保留消化は電柱優先ですが、最初にへそ保留が持っていかれてしまうため、通常時は当たりそうになったらへそためストップで対応。大当たり中の離席タイミングはサポラスト回転以外で保留がない状態であれば可能です。本機のカスタムは全部で6種類。おすすめは先読み、 SP リーチ、キャラをチャンスに設定、先バレを大幅アップ、一発告知をアップに設定しましょう。アタッカーは5玉昇級10カウントと8玉昇級10カウントの上下2種類、ラウンド数は上4ラウンド、上下4ラウンド、上7ラウンド、下10ラウンドの4種類です。まず上アタッカーは初回7ラウンド、4ラウンド、V4 ラウンドの一部で使用します。ひねりの効力が弱いため、固定打ちの10カウントピタ止めで対応しましょう。6カウント入賞後、打ち出しストップを繰り返しましょう。ラウンド間のインターバルは3、4玉分あるため、止めた後は 1.5 秒ぐらい空けてから打ち出しましょう。次に下アタッカーは V4 ラウンドの一部、10ラウンドで使用します。一部を除き1ラウンド目は V 入所のパカパカになります。 V を狙いの指示後、打ちっぱなし開始、3カウント入所と同時に弱から強にひねるで対応。2ラウンド目以降は2カウント入所後打ち出しストップ、9カウント入所確認後ひねって弱強の2発で球を固めます。下アタッカーもラウンド間のインターバルが2玉分あるため、ひねった後は1秒ぐらい止めた方が良いです。電サポは ST50 回転プラス残保留4個、 ST1 万回転の2種類、電柱は1回砲1パターンの1種類です。 ST50 回転前半は打ちっぱなし、 ST50 回転後半は保留が減ったら 1、2発打ち、 ST1 万回転は打ちっぱなしで対応しましょう。増える要素がないため極力無駄打ちカットで対応しましょう。換金率、貸し玉、投下でのフル稼働ライン例が、介入 100% で 22.0、 介入 0% で 25.0 で打ち切れます。増減率の良し悪しは打ち出し玉、釘の状態によって変わってきており、主にボーダーを下げる肝が出玉になります。期待値を2万円以上と仮定し、通常回転1600回転、単価 12.5 円以上を目安に行動していきましょう。現実的な数字としては 25% 前後を目安に行動していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。